お花紙で作る直径7、8センチの梅の花です。まず、花を入れる紙の筒を作ります。B6 サイズの紙を用意します。長い辺を1センチほど折って、のりしろにします。半分に折って輪にしたら、幅約3センチに切り、中を広げて筒状にします。クリーム色のお花紙を半分に切り、半分に折った赤いお花紙と重ねます。12等分の蛇腹折り型紙の半分のところに挟み、赤い方が見えるように6等分の蛇腹折りにします。蛇腹折りは手で折ることもできます。これを半分に切ります。半分に切ったものをさらに半分に折り、クリーム色が見える方を向こう側に持って角を丸く切り落とします。真ん中も小さく三角に切り落とします。7、8センチの長さに切った白っぽいモールを V 字型に折り、三角の切り込みの部分に引っ掛けます。花びらの両端を押さえ、モールをぎゅっと引っ張ったら、V 字型の開いた部分を持ち、花びらの方を2、3回ねじります。モールの先は危ないので折り返しておきましょう。花びらを横にまっすぐ引っ張ったら、蛇腹折りを広げて折り山を潰します。クリーム色のお花紙だけを破らないように気をつけながら、根元まで引き出します。引き出したら一つにまとめて、先をまっすぐ切り揃えます。できるだけ細かく切り込みを入れ、切り残しがないよう90度向きを変えて、もう一度細かく切り込みを入れます。切り取った先の部分に黄色のマジックで色をつけます。ここが花粉になります。2枚重ねになっている花びらを根元まで開きます。裏返して花びらの形を整えます。鉛筆などを使って花の中心を見つけたら、人差し指で筒状にした手の中に押し込み、最初に作った紙の筒に入れておきます。白いお花紙でも同じようにして作っておきましょう。つぼみを作りましょう。赤いお花紙を半分に切り、手のひらに液体のりをつけます。手と手を合わせてペタペタするくらいの量がちょうどいいです。お花紙を挟んでくるくると回すと丸い玉になります。力を入れずに丸めると大きめの玉に、力を入れると小さめの玉になります。糊が乾いたら、筒に入れた花と一緒に袋などに入れてしまっておきましょう。しまっておいた花とつぼみをお正月らしい背景の上に並べてみます。花を筒から出すと開きかけの花のようになっているので軽く広げます。紅梅と白梅、丸めて作ったつぼみをバランスよく並べましょう。場所が決まったら、ボンドや両面テープで貼ってください。